今日は愛犬のデンタルケア、ストレス解消、動物愛護も一緒にできちゃう一つで三役のお役立ちおもちゃをご紹介します。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。愛犬リオ娘14歳です。愛犬のお役立ち情報を週に1回動画にしています。まだチャンネル登録されてないあなたは、ぜひ画面の右下にあるチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いします。愛犬のおもちゃに求めること、あなたは何ですか？私の場合はまず愛犬が喜ぶ、耐久性がある、遊ぶことに加えてプラスアルファがある、この3つ以外にもデンタルケアができる、安心のベジタブル染料、動物愛護もできちゃう、これをすべて兼ね備えているのがこのロープのおもちゃです。一番気に入ってるのはロープがほどけることによってデンタルケアにもなるので、こういう風にくしゃくしゃになってしまっても使えるという耐久性、遊びながらデンタルケアできるのが嬉しいですよね。リオはやっとここ最近だましだましで歯磨きをさせてくれるようになりましたが、それでもまだまだ歯の奥の方とかちょっとでも長くやってしまうとうーっと怒ってきてしまうので、こういったフロスができるとすごくいいと思います。私たちが思っている以上にワンコのお口の中、デンタルケアはとても大事です。今画面の上の方に、今からでも遅くはない愛犬の寿命に関わる3つのことという動画を作ったので、よろしければそちらもチェックしてみてください。動画の最後にもリンクを載せておきます。で、お口に入れるとなると気になるのが安全性ですよね。たまにニュースでワンコ用ペット用のグッズで愛犬が病気になったとか死に至ったケースなんかも過去には報道されてますが、こちらのワンコのおもちゃ、ロープのおもちゃは優しいベジタブル染料でできています。通常染料っていうのは薬品なので、中には有害物質を含む安い薬品を使って染めているケースもあります。このロープのおもちゃでもっと安いものもあるんですけど、こういう見えないところにまでこだわっているブランドです。ロサンゼルスのブランドで愛犬家によって企画、デザイン、運営されています。ワンコへの愛情が感じられるおもちゃです。デザインも海外らしいポップでキュートなデザインですし、可愛いだけじゃなく収益の一部は動物愛護団体に寄付されているので、このおもちゃを買うだけで動物愛護もできちゃう優れものです。私たちの愛犬への愛情がおもちゃを買うことで他の恵まれないワンコのために使われるって素晴らしいですよね。デザインもいくつかあるので、お気に入りのものを見つけてもらってもいいですし、シリーズで揃えるのも楽しいですね。気になる方は動画の下の方にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。それでは See you next time! バイバイ!